オリジンは、トヨタ自動車が製造、販売していた限定車である。車両形式は、JCG-17 で、XG-10 型プログレの一員であることを、表している。2000年11月に、トヨタ自動車生産累計1億台達成の、記念車として仙台限定で発売したものであるが、実際には1027台とも1071台とも、いわれ正確な販売台数は不明。 プログレをベースにし、外観を、初代トヨペットクラウンのイメージに近づけて、ドアも、観音開きとした、パイクカーである。プログレとプラットフォームを共有するブレビスやアルテッツァ、および北米向けであったレクサスイズとも姉妹車である。初代トヨペットクラウンをモチーフにしている。基本性能は、ベースとなったプログレと同じで、センチュリーの生産ラインから厳選された。 熟練スタッフが製造を担当した。プログレと違い外装全体に局面が多く、センチュリーと同様の手間がかけられた。設定色は、ライトグレーッシュブルーマイカメタリックモリブデン、ブラック、ブルーマイカの3色。搭載されるエンジンは、直列6気筒 3000ccdhc の VVTi 搭載 2jzge に4足 AT が組み合わされている。 ボディはプログレより、プラス全長 60mm、全幅 45mm、全高 20mm と一回りを大きく、モチーフになったクラウン RS の特徴である、観音開きのドアやボリューム感豊かなボンネット、グリル等も再現されている。しかしその外見に反し、レーダークルーズコントロール、VSC 等の最新技術に基づいた装備が多数、施されている。 この車もクラシックと同様に外装は手作業により製作され心臓部品がほとんどではあるが内装に関しては基本的にプログレのままで心臓部品は少ないしかし素材と工作精度にはこだわり本革シートは縫い目のピッチを変更し元キメ等も専用の高級材質を厳選して使用したメーターは専用の配色に変更され プログレと同様に、オプティートロンメーターとなっている。手作業による部分が非常に多く、プログレの姉妹車というより小型のセンチュリーといった位置づけとも言える。しかし、動力性能をはじめ、基本装備等は、プログレウォールナットパッケージと同一である。東京地区車両本体価格は700万円と、同時期の UCF20 後期。 セルシオの CCOF パッケージの670万円よりも高価であった。新車登録台数の累計は1063台トヨタ、系列販売店全店。トヨタが現在の体制になった1982年以降、全チャンネルで販売された初の車種となった。このオリジン以降、すべてのチャンネルで販売された車種は存在しなかったが、2009年に、 発売された W30 型プリウスが、およそ9年ぶりかつ限定販売車種以外では、初となる全チャンネル販売となった。ありがとうございます。